やったアジアタック決まって初の試合、こんなところが負けてたりまるか、くそ、次、もう俺はアジアタックだけ集中するぞ。そして安西優馬、お前を必ず潰す、いや蹴り殺す。以上。フィニッシュ、井上。いやー、あの紫色のねショートパンツだった頃の井上じゃなかったな。もう、もうこれからこの俺熊嵐のライバルの一人だな。ジンヤとかヘビとか関係ない、あいつはもうライバルの一人。あの世界タッグね、行田で負けて、俺はでもまだ世界のベルト、世界のベルトだよ。俺はとにかく世界のベルトにもう一度挑戦する。そのために一人一人、一つずつこの全日本で結果を残して倒していく。それだけだ。はぁー、 OK か、 OK か、 盛り上がってこうぜ。やり方か。おい、今日は昭和が負けたけどな、おい、昭和64年あるからな、たかだか30年って一緒に住んで、なあ、ムー、俺たち、昭和で頑張っ、平成だから、どうした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 、
どうした俺。平成だから俺。平成。ああ、昭和とは違うの。平成だから。ああ平成。ああ、お前らがコンプライアンスに守られてることを後楽園で教えてやる。もうやってやろうじゃねえか。おい、昭和にはなそんなこともなかったの。だからどうしたお前。おい、取ってたらお前全部脱いでやるからお前ら。おい、まあそうだよ。22。おい、ちょっと待って。おい、おい、やめろ。おい、見えてねえだろ。おい、俺には見えてるぞ。おい、見えてるぞ俺には。おいおい、まあ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 、それは置いてて。おい、吉岡、X でよ、なんだ、試合の前に大乱闘スマッシュブラザーズで前哨戦やろうって。やってやるよこの野郎。俺はな、ファルコン使ってやるよ。お前は誰だ、フォックスか。おい、でもな、俺はゲームが大のに苦手なんだよ。だからさ、アイテムでホームランバットとハンマーが出たら、そこは俺に使わせてくれよな。わかったか。そして大乱闘スマッシュブラザーズの後はマリオカートで勝負だ。おい、俺が雷取って、雷落として、せいちゃん、せいちゃんじゃねえよ、吉岡、お前なんてな、雷でちっちゃくして後ろから踏みつぶしてやるよ。アジアタッグチャンピオンになって初めての試合だけど勝ったよ。アジアタッグチャンピオンになってもっと責任とかがたくさんあって退屈なのかと最初は思ってたけど、全然そんなことないね。みんながこのアジアタッグを狙ってきてすごいゾクゾクするよ。そして最初の防衛戦は宮原健斗がいるね。いつも俺のターニングポイントで関わってきてる男だけど、まだ一回も勝ってないから今回は勝たせてもらうよ。アジアタックチャンピオンになってからの初めての試合、完璧な勝利だと思います。そして次22日後楽園ホール大会、アジアタック前哨戦って書かれてたけど、相手には宮原健人しかいねえな。そういうことですよ。まあ次の防衛戦、初の防衛戦、軽く勝ってこのアジアタックチャンピオンのまま来月の世界最強タックリーグに進みます。ありがとうございました。ありがとうございました。まだ始まってねえよ。ああ、これからだこの野郎。おい、だおい、ああそんな怒ってんなら試合で見せろ、試合で。ああ、試合で見せろ、ああリーグ戦で見せろ、リーグで。ぶっ潰してやれこの野郎。対戦相手に見つけろ。ああ、ぶっ潰してやれこの野郎。ああ、疲れた。いつも俺だろ、普通お前やられてたんだからよ。いやぁ、うん、いやぁ、ちょ、メンヘラなんで全員半笑いなんだよ。やばいんじゃないのか、あれは。うん、やばいと取れたな。そんなことどうでもいいんだよ。最強タッグでしょ。
あ、もうそうだ、最強タッグね、見据えてやってるわけだから。よっ、9日ね、バカの時代3チームエントリーしてるから。おーし、これは3組同時優勝狙うよ、俺は。悪いけど同時優勝、同時優勝、3組同時優勝、悪い、3組同時、3つチームエントリーしてるんだから、3組同時優勝狙うから。つっては三つどもえってことでしょ。いや、まあ、いや、3、俺は3組同時優勝を狙う。三つどもえ優勝、三つどもえね、あなたは三つどもえ狙って、俺は3組同時優勝、やろう、これやって、これも目標だから、大きな、やるよ、俺、3組同時優勝、やるぞ。よし、おい、青柳山の勝ち。青さん、ありがとう、ありがとうございました。やっぱすごい人は、今度僕に教えてくださいよ、さっきのやつ。めちゃくちゃかっこいいんで、でやっぱり、僕プロレス界で一番尊敬するのは阿部史成なんで。本当に嘘っぽく聞こえたらごめん、本当に尊敬してます。でもやっぱりそんな尊敬できる阿部さんと世界最強タッグ決定リーグ戦に出られることが一番嬉しい。これアベさんがガオラ TV チャンピオンで俺三冠チャンピオンだけどさ、ね、俺らさチャンピオンなのにどう頑張っても主役級にはなれないじゃん。クリーピーナッツの曲を借りるなら俺たちは助演団優勝だから、ねえ、行こうぜ俺らで、なあ、ワイルドスピードで行ったらホブスアンドショーだよ俺らは。なあ、俺たちで主役を全員食ってやろうぜ。まあまあまあ、そんな一緒にコメントしましょうよ。どうぞ。我々別に仲が悪いわけじゃないですから、はい、いいとも言えないかもしれないけど、ありがとうございました。あのね、ちょっとここだけ真面目に言いたいんですけど、はいはいはい、まあ9年ぐらい10年ぐらいの話やって、俺ね今でも思うの、もっとあの時にこう
隠れずに、ビビらずに、もっとこうやって頑張ってる人たちと一緒に練習して、もっとこう、いろんな技術を知りたかったなって、青木さんにもっと教わりたかったなって、今思うんですよ。でもね、全部ね、青柳が持ってるんですよ。私ね、いや、持ってないですよ。持ってる、お前持ってるんだよ。戦うとね、青木と、あのね、青木さんを感じれるのよ。青柳と戦いたかったし、ヤギと、ヤギの隣に立って変じゃないレスラーになりたかったし、いや俺が変なレスラーだよ。いや変なレスラーだよ。でさ、今日はやっぱり戦ってたらさ、ヤギと戦えるのも嬉しいのに、それになんかプラスアルファでさ、青木さんも感じれたから、もうね、僕はちょっと負けたんで何も言えないですけど、ちょっとこう、まあ、こんな場所というか、こういうタイミングですけど、すごいこう感無量な気持ちに、なりました。ありがとう。いやでも俺らなら、俺らならもっと大きい舞台で試合できるよ。いや俺頑張るよ。いやもう俺、青柳優馬対阿部文則なんてね、申し訳ない。新木場でご来場の皆さんに本当にありがとうございました。あなた方めちゃめちゃ運がいいですよ。こんな試合見れたんですから。俺たちはやっぱ、ね、武道館とか東京ドームとかでかい、すごいね、あれ並み飛行とかそれぐらいの規模だから。俺らで言ったら、俺お前に負けないように頑張るよ。隣に立って恥ずかしくないようにやるわ。そういうことだ。だから世界最強タッグの前に10月22日俺たちお互い防衛戦あるんで、俺やるから、俺倒すわ。立花、やっつけて。あなたは綾部を、綾部をやっつけて、チャンピオンのまま、そう、最強タッグにね、出よう。よし、そして俺たちが主役級のやつら全員食ってやろうぜ。助演男優賞が優勝しよう。そうだ、助演男優賞行くぞ。最高だった。そうだ、バナナワニ園でいうところのレッサーパンダ。これほら、長いでしょ。そうそうそう、長いんだよ。よし、今ので終わりでよかったじゃん。まだあるよ。あ、まだあるよ。まだあるよ、まだあるよ、まだあるよ。ダークナイトで言えばジョーカーとかね。あ、出た。そうそう、いろいろあるんで。出た出た。ジョジョの奇妙な冒険でいうところのディオとか、ね、アベンジャーズで言えば、ね、アベンジャーズで言うところの、いやでもアベンジャーズは全部一緒。もういいや。はい、行こう。どうだっていいよ、はい、ありがとう、ヤギ。行くぞ。Hola!
来い来い、君の新規は北斗軍スペシャル。何やってんだよ、パンダ。何やってんだよ、パンダ。15分経過、15分経過。どけ、お前。いや、勝てるからどけ。やめろ。発見で
最高。I only hit you twice. You hit me so many times. What is your problem? Huh? Okay, okay. Next. You. World Tag Champion. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Forget. Today. That's what we're forget. Going for. Today, forget. Yes. Today, forget. Okay. Yeah. Yes. Forget, please forget. Yeah. Please forget. おい、なんだ今日の試合は。わけわかんねえぞ。なんか不思議なマッチだったな。まあ楽しかったから1年に1回ぐらいはいいか。だが勝ちは勝ちだ。気分いいぜ。まあそんなことより、次は世界ダックのなんだ前哨戦だな。22日後編ホール。ジャクソンとサイラス、相手にとって不足はねえ。あのでけえ奴らをぶっ倒してやるぜ。楽しみにしてろ。よし、帰って甘いものでも食べよう。ドゥ。まあなかなかカオスなカードだったからな。そうだね、強烈だったドロップキック。いや、ホンダのラリアットもやっぱり王道の決勝でも体感したけど相変わらず強烈だ。またやろうか。まずとりあえずタックで、まずは戦艦もあるし。そうだな、今日のところはこの辺で。じゃあこの辺にしとこうか。しょう。まあ今言った通り、このアヤベレンには次大きな三冠戦が控えている。まあ22日後楽園ホール、アヤベレンが全日本プレスの頂に立つ気だ。みんなその瞬間を目に焼き付けてくれ。そしてその先、北海道には三冠王者アヤベレンとして回るからな。まあ、北海道は三冠大冠記念ツアーになるかな。まあ後楽園、そして北海道のみんなもチャンピオンエアベレンの姿をお楽しみに。おい、プロレスパイオ、俺を誰だと思ってんだこら。おい、そう、プロレス界が誇るスーパースター並びにムービースターだ。プロレスファイオ、俺を気安くケントと呼ぶのはもう金輪際やめてくれ。ムービースターだからな。そしてこちら、そう、10月25日映画発見伝公開だ。この宮原ケントも出演してる発見伝、プロレスファンもお見逃しなく。そして我々全日本プロレスは10月22日東京後楽園ホールを皮切りに北海道へ飛ぶ。そう、10月29日十勝では井上亮とバリバリ最高伝説がアジアタックに挑戦する。北海道のプロレスマイオ、スーパースター並びにムービースターが北海道へ来るぞ。That's right. Tonight, my team, we may have lost, but I don't even count it because Miyahara and myself, we're a team.He was the victor, so I consider tonight's bout, main event here in Shinkiba, a victory for us. Omori, I don't know how many times I have to get it through your thick skull that I want no part of your silly goon, Hokuto goon, whatever the goon squad that you're trying to lead on. Because I got Miyahara, and guess what? We're taking on this year's World Tag League. And not only that,I got my eyes set on all the gold in All Japan Pro Wrestling, because guess what? I got the red, white, and blue, like the Union Jack running through my veins, but I also got the gold
running through my veins. Miyahara and myself, you're looking at the future. Top stars and the future first place winners of this year's World Tag League. ほうほうほう。熱いぜ全日本プロレス TV。 月額900円、全日本プロレス見るなら全日本プロレス TV。 主要大会はライブ配信、 VOD 配信にて完全網羅。ライブ配信中のチャットに対応、試合を見ながらチャットでさらに熱く盛り上がる。会員限定のキャンペーンやプレゼント企画も随時開催。過去の試合映像、名勝負アーカイブも随時更新中。熱いぜ全日本プロレス TV。